花粉が。お疲れ、初日お疲れ様でした、ありがとうございます。見えましたよ、高松さん。で、いや、かわいいです、ありがとうございます。ツインテール、ここら辺のねツインテールだったんですけど、寝起き、寝起きじゃないですよでもちょっと部屋着なだけです。ティーユーさん、初日おめでとう、あやみちゃん可愛かったよ、ありがとうございます。昨日初日でね出ました、ユニットのクロス、めっちゃ意外やったけど似合ってた、ありがとうございます。クロス、確かにクロスって感じじゃないかな、あみも。なんやろは、お疲れ様、ありがとうございます。カモネギのクラックさん、カモネギのソロも良かった、ありがとうございます。と、私はかっこいい選抜だったんでね、かっこいい選抜のこのアンダーだったんで、個人的にはカモネギが一番良かった、ありがとうございます。カモネギ楽しいです、いや結構好きです、自分も。タモネギ、クロスで良きでした、わ、良かったです。ツインテール可愛かった、ありがとうございます。あゆね、なんか固定ヘア決めた時めっちゃ意外でした、なんかアミタンが固定ヘアか、固定ヘアがツインテールだと思ってたんですけどね、普通に自分が高めやったからびっくりしました。あ、ハリポッターメガネのヘギおじさん、ハート100個ありがとうございます。昨日うちは見えてましたよ、めっちゃ分かりやすかったです、ありがとうございます。揺れる。昨日は可愛かった、ありがとうございます。まあ、ちゃかさん、あやみちゃんハーフツインっぽい、確かにみんな逆やと思ってたって言ってます。キューキのみんなも、あやみとあみたんのハーフツインが、あ、ちゃちゃ固定ヘアがハーフツインとツインテールが逆やと思ってたらしくて、ユンボさん、ハート100個ありがとうございます。あ、次はわがままな流れ星かな、どうでしょうね分かんないですね、アミちゃんとわがままな流れ星するの楽しみにしてる、アミも早くしたいな、わがままな流れ星、流れ星練習してる、してます。なんかアミタンがあのやってた、やらない、公園でやってたから、それの相方を通して手伝ってました相方じゃない、お眠だ今日は
NNB の最初の推しは誰なの？誰やろうな。山本彩香さんかな、一番初めは。初めは NNB の1周年の DVD をお母さんが買ってきてくれて、で山本彩香さん見て好きになって、で渡辺美由紀さんも好きになって、今の NNB を知って、小島かりんさん好きになって、杉浦琴音さん好きになって、角野若田さん好きになって、山本美香さん好きになってって感じです。はい、王道ですね。山本さやかさん見て NNB 知りました。おもさん、昨日はお疲れ様、ありがとうございます。私はケイチさん、ケイラさん、あ、それケイチさんも好きや。あの1周年コンサートで、何だっけな、禁じられた2人か、禁じられた2人のケイチさんとさやかさんのやつ見て、2人好きになってって感じですね。そうですね、ケイチさんも好きや。よいしょ、ああ揺れちゃった。またあやみちゃんが出てる9期生公演行きたいな、ありがとうございます、待ってます。私は NNB の1周年記念コースついたよ。すごい、めっちゃ昔から NNB 好きなんですか。DVD で見ました。私は芸人知ってる、あ、知ってますよ。ちょっとね、見たことあります。地上波見たことないけど、珍しい、テロップがない。あ、待って、テロップつけてないつけよう。あ、よし、いけた。禁じられた、いいよね。あ、めっちゃ好きです、禁じられた2人。あらいつかやりたいな。でも曲なんかさ、ゆっくりとした感じのピッチャーやから。クラックさん、公演で難しかった曲か。でもやっぱカモネギXが難しかったかもしれません。なんかソロとか、ソロダンスもあったし、サビとかややこしくて結構難しかった。夏さん、そっから12周年まで周年は欠かさずいてます。すごい、やば。あみはあの10周年ライブの時はまだギリ知らんくて、で11周年12周年どっちも見に行ったよ。おーちゃんさんも、あやみちゃんの動画 TikTok にあげたよ、ママに見せてもらったかな。あ、見せてもらいました、もらいました。めっちゃ可愛かった、ありがとうございます。あやちゃんさん、モバメの袴姿めっちゃ良かったよ。ありがとうございます。
めっちゃ桜綺麗でした、撮りに行った時。ハンノさん、今までの公演で好きなやつ、今までの公演か、今まで、え、一番、キュンマットさんのやつかな、恋ラブ公演が一番好きやったかもしれん。めっちゃ曲が、セトリが良かった。コンサートであやみちゃんがやってるなみくじ旗とか見たいな。やりた、なみくじ旗好きやからやりたいな。待って、めっちゃコメントが。昨日の声楽しかったよ、はありがとうございます。見つけました。マナチャカさん、あやみコール大きくて安心した、めっちゃ嬉しかったです。あやみのコールありがとうございます。皆さん、あ、ちょっと、お、待って、めっちゃ進む。じゃあさ、ここ天公園で好きな曲、ここ天公園で好きな曲か。うわー、めっちゃ迷う、やばいな。青い月が見てるからも好きやし、夢のデッドボディも好きやし、あー、ここにだって天使はいるも好きやし、でも一番は夢のデッドボディかな。で、めっちゃ進んじゃう。他の48グループに推しいる？あんまり知らないんですけど、 AKB さんの小栗結衣さんが好きです。 Teacher Teacher っていう曲の MV で、え、違うわ、違う、それじゃない、なんかのコンサートの法定速度と優越感の曲で小栗結衣さんも好きになったかな、確か。法定公演は衣装が可愛いね。わかります。あの一番最初の曲の紫のやつ着たいです。わいはぶっちぎりでレディオネーム、あ、それもいいですね、なんか楽しい。あみややでわがままな流れ星、でもでもの涙、どっちもできるとき来たらいいですね。やりたい。それはなんかアミタンと2人ユニット全部制覇しようなって話してるんで、とりあえず先にその世代交代前夜公演の2人ユニットやりたい、どっちも。
口笛が聞こえる。あ、お母さんです、笹岡さんです。それは口笛のご機嫌、ご機嫌、ご機嫌、ご機嫌さんおるやん。やってママ聞こえとったって。めっちゃ聞こえるな。な、とっぱりしてたつもり。マギちゃんどこ、マギちゃんどこやろ。マママギどこ。あ、夜ご飯の後にお菓子配信かな。いや、お菓子配信してから夜ご飯です。あの夜ご飯がね、この配信終わってから食べるんで。ママの推しは誰ですか。さつき愛香さんです。はい、今はさつき愛香さん楽しいですね。麦ちゃんって男の子だから麦くんとは言わないのかな。はい、麦くんって言わへんの。 麦ちゃん、あ、もう昔はムー太郎とか言ってた記憶がある。ママ晩ご飯何？ママ晩ご飯何？さてが手元にお菓子あるな。あります。今持ってます。今日お菓子何食べるの？いっぱいあります。え、晩ご飯今日買ったやん一緒に。何だっけ？焼肉丼。焼肉丼か。うん。今食べちゃダメ。何を？今食べたい。何を？ご飯ご飯。お腹空いた。てか、あれ、食べていいですか？食べていいですか？いいよやってママ。ありがとうございます。ちょっと一個だけ先食べちゃおう。今から作るっぽいです。おいしい。今日はカラオケもするなら先食べちゃえ、食べちゃいます。早く食べないとカラオケの時間がなくなっちゃいます。これもなんかひよこ飛んできた。うわ、え、これわさびさん、ひよこか鳥かこれ。ありがとうございます、まさはるさん、卵ありがとうございます。イースターだからかなこれ。でもさん、レインボースターありがとうございます。マッキーマッキーさん、卵ありがとうございます。ともたんさん、卵ありがとうございます。ビビベベさん、手紙ありがとうございます。あさやんさん、ひよこ、
ピンク、トリカとピンクの鳥、ありがとうございます。トモタンさん、卵ありがとうございます。あゆみちゃんは兄弟いるの？あゆみちゃんは一人っ子です。はい、今日はいません。あゆみちゃん家にご飯食べに行っていつと、今日はご飯があるかな、足りないかもしれない。今日 M 公演だけど見ないの？またアーカイブ、アーカイブ？明日になってアップされた見ます。もぐもぐカラオケ配信か、斬新。もう盛りだくさんですね、いっぱいです。カラオケするのは飲み物いるんじゃない？ありますよ、ここに。ヨーグルトの炭酸、すごい。りょうさん、昨日は愛食里でコラボメニュー食べたよ。おう、あゆも食べました、カレー。だからあのゆずの方がね、食べたことないから食べたいんですよ。また今度連れてってもらおう。めっちゃイヤホンから待ってる。ハンナさん、コジリンの YouTube 映ってたね。そうなんです。そう、ちょっとあぐし会の時にね、まだ動画見えてないんですけど、カメラを映りました。ちょっと、あ、来た、あ、来た来た。これは飲み物で好きな飲み物は、何やろ、もうよく飲むのは何かな、よく飲むやつ、水です。でもジュース、ジュースか、オレンジジュースとか、たまに炭酸飲んだりします。でも何のお菓子食べてる？何のお菓子やろこれ。ソフトキャンディっていうお菓子、外国のお菓子です。めっちゃ美味しいです。麦ちゃん元気、麦ちゃん元気です。今多分寝てます。和食佐渡の NMB コラボラインは明日まで。やばやばいやん、それ。あみも食べられへんかもしれへん。体力的に公園大丈夫でした？大丈夫でした。結構ね、体力は、あんま多くはないんですけど、いけました。これ美味しいです。次のお菓子見た、同じやつですけど2個目に行きました。美味しい、美味しいんですこれ。止まらん、止まらんやつ。どうしよう、お昼ご飯、ご飯出てきて、出てくると前にお腹いっぱいになった。外国のお菓子で、そうです、外国のお菓子です。なんかそういう外国のお菓子いっぱい売ってるところにね、行きました。今日。ちょっと。あの中学校がねもうすぐ始まるんで、文房具とかカバンとか今日は買いに行きました。
でもクロミちゃんいっぱいですよ。よいしょよいしょよいしょ。あってこっちじゃない、開けるの間違えた。そういうところのチョコとかって異様にでかいよね。え、わかります、めっちゃでかいですよね。なんかでも食べたくなる、なるもん、そういうなんか一回だけ。じゃじゃん、かわいいんです、めっちゃに。じゃじゃん、シャープペンシル、めっちゃかわいいですこれ。地球グミ食べたことある？地球グミはね、一回だけ食べたことあります。友達ん家に遊びに行ったらね、あの本場の韓国の方の地球グミがあって、それなんかくれました。これあげるって言われて。中学校もツインテールで登校するの？いや、食べない、食べ、え、ツインテール登校しません。それはちょっと恥ずかしいです。できた？できた、お待たせしました。どうしよう、どこに食べるの？そこへ持ってくる。はい、日本一と早い男さん、ミヒナのところにあゆみちゃんのあわだまだ残ってたよ。え、嘘、残ってましたか？そう、さっきミヒさんのショールームに見に行ってました。お星様10個投げました。今までもシャーペン使ってた？使ってないです。あ、でも学校では使ってないです。学校はシャーペンダメなんで。でもなんか家で宿題するときとかは使ってました。よいしょ。はい、おやつ食べちゃって晩ご飯食べられる？食べますよ。ちょっとまだちょっとしか食べてないし、2個しか食べてないんで。ママが来た、ママが来た。よいしょ。あ、ちょっとちょっと待ってくださいね。はい、ありがとう。低い、低いね。おやつ食べ過ぎちゃう？そんな食べてないよ。ありがとう。だってさ、これ2個しか食べないで、あやみ。よし、行きました。お待たせしました。めっちゃ美味しそうな匂いがする。わ、すごい。え、それ映ってない？映ってない。映っていい？ありがとうございました。焼肉丼です。サラダとスープです。はい、めっちゃ美味しそうです。いただきます。美味しそう。よいしょよいしょ、いただきます。やば、めっちゃ美味しい。
一口くらいよいしょ、あ、ちょっとどうしようかな、どうし、どうやってやろう、つけられへん、まあいや、もうこうしよう、難しい、めっちゃ難しい、よし、いけたけど、はい、どうぞ。焼肉のタレを早木に飛ばさんようにな、気をつけないと、うんうん、卵スープ、卵スープのもいただきます、熱っ、熱いよ、サラダ食べよう、サラダ食べます、サラダはこんな感じ、豆苗かな、これ豆苗とわかめと鶏肉と大豆、おいしい、はい、パン屋さん昨日最前ど真ん中から見てたよ、見つけました、あの野球の服着てましたよね昨日、ミーシャンケイトさん、好き嫌いありますか？好き嫌いあんまないです、だいたいね食べれますよ、これ食べられへんかったら困るってものはないです、うん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 、あみちゃんへいへいさんのポジションだった、そうです、まなみんのとこです、だからクロスやりました、あ、待って全然取れ、すくわれへん、お菓子変えとこ、もぐもぐ配信、よし変わった、ジャッピーさんクロスよかったよ、ありがとうございます、めっちゃ緊張しました、もいちゃさん箸長くない、箸長いですか、大人用かも、大人用、大人用かもじゃない、大人用や
つきそうで怖い、怖いです、気をつけな。体に良さそう、確かにめっちゃ体に良さそう。大豆と鶏肉とわかめと豆苗のサラダ、めっちゃ美味しいです。ありがとう、ありがとう、バイバイ。ももちゃんさん、衣装もセーラー服を似合ってたよ。ありがとうございます。セーラー服めっちゃ可愛かった。あれ衣装が、あの衣装好きです。あみ、うん、後半3曲からの衣装も好きです。黄色い、日替わり笹岡定食いいねめっちゃ美味しいです。ロッキーくんさん、覚えるの苦戦した曲は、カモネギクですかね。振りがややこしくてめっちゃ苦戦しました。転がるところ安全運転で行った。ちょっとだけ膝を打ちました。レッスン場のところがめっちゃやりやすかったです。でりょうさん、お母さん料理好きなの？お母さん料理好きです。美味しい、うまい、上手だからてるさん、視力いいの？後ろまで見えてますか？うん、結構見えてま、見えました。そんな良くないんですけど。小1ってキッズって言っていいのかな？もうお姉さんかな？まだギリキッズなんじゃないですか。わかんない。でも大人料金だからね、大体。
ンさん、ライブ楽しみ、ライブ楽しみです。めっちゃ楽しみ。好きな曲あるかなって電車の改札ビロビロってならない、泣かないの、泣かないかな。中学時代はならないですね。もう何もならないです。炊飯器が鳴った愛美ちゃん的にはリクアは何が1位？王道の青春のライフタイムとか、僕らのユリイカとかナギーツとかかな。結構そこら辺が1位になりそう、上位に入ってそう。スワンボーとかタイム、あーそれもですね、タイムボームめっちゃ好きでさ、前のメジャー曲は上位にならないよ。あ、え、そうなんですか。ちょっと もぐもぐ見せたらお腹す減ってきま減ってきてしまいましたもうそろそろ晩ご飯の時間じゃないですか皆さん。前ちょっと早いか。もう普通だったらみゆこはこの時間食べてますね。皆さんこんばんは、はじめまして。さん、夜私は夜勤なので今からお仕事です。頑張ってください。頑張ってくださいね。水の OK、 1時間ぐらいする感じ。そうですね、うんうん、そのぐらいです。
早くご飯食べないと。これは多いかも。皆さん何食べてるの？焼肉丼食べてます。本当は豆苗のお野菜と卵スープです。あやいさん、1時間カラオケ歌うのが得意なんですね。得意かな、でも好きです。歌うのは めっちゃもぐもぐしてます。お肉ちゃんと噛まないといけないんで。あ、敵に落ちた。肉で思い出したが、焼き加減はどんな感じが好き？焼き加減はちょっと焦げてるぐらいが好きです。でも焦げすぎはダメなんですけど、ところどころちょっとだけ焦げてるのが好きです。うん、美味しいです。これめっちゃ文ちゃんさん、クロスかっこよかったよ。いや、ありがとうございます。自分なんかツインテールでクロスってめっちゃ意外じゃないですか。ダメだ、エスカかも。あゆみちゃんですか？あやみです。
いやーです。あ、気の長さあやみです。クロスのマイク取り付けるところ可愛かった。クロスマイクを取り付けるところでもね結構難しかったんです。マイクでも外すところの方が難しかったかも。なかなか抜けなかったです。あ、ちょっと待って、あ、落ちる、あ、クロスはマイクと友達にならなとあかんって言われてる。スタンドマイクと友達になってって言われました。はい、ちょっとでもまだあんまり会ったことがなかったんで初対面です。初対面でスタンドマイク使いました。肉丼完食しました。美味しかったです。お野菜も完食しました。うん、ちょうどいい温かさになりました。さん、猫舌さんなので、猫舌も確かに熱いのちょっと苦手ですね。なっちゃさん、あやみちゃん、お箸持つの綺麗だね。そう、おめでとうございます。え、食べ物で好き嫌いある？食べ物で好き嫌いね、ないです。はい、全然、大体食べれます。
料理してもぐもぐ本気でます。聞こえますか、ごっくんとか。習い事なんかしてましたか。習い事はダンスをやってました。8期生さんのオーディションが始まって、で年齢で受けれなく、年齢足りなくて受けれなくて、そっからダンスを習わせてもらいました。ごちそうさまでした。全部食べました。服は汚しませんでした。あゆみちゃんギターは弾けますか。私はギター弾けないけど家にあります。部屋にあります。自分の部屋に。ちょっと待っててくださいね。でかい。出た。大変だ。これでもうちょっとこっちにして。よし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 。怖い。よいしょ。いやちょっと低いか。顔が見えなくなった。よし。弾けません、これは。弾けないんですけど、なんかあります。あれ、あーもうまたぶつかっちゃった。やばママなら弾けるんですけどね、私弾けないんです。いたぞ。ちょっとでかいな。直しときます。でかくて。もうちょっと近づけよう。
ちゃん少しフードかぶってみて。よいしょ。え、あ、でっか。あ、でっか見えへん。前髪変になったし。急にスクショタイム始まった。あ、どうですか？フード。ちょっと。あの、音配信する前に。にゃんにゃんしとこう。にゃんにゃん。はい、にゃんにゃんしました。ショートヘアにしたことある？ショートヘアはね、一回だけあります。二回か、二回ある。あ、ありがとう。ありがとうございます。はい、はい、ごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。うた、まだ？うた、ちょっと待って、先にちょっとこれをね、食べたいんです。どうやって開けるのかな、これ。な、え？開けられへん。開けれるわ。開けれた。これがずっと気になってたお菓子で、このグミがあるじゃないですか。ここの穴にこのシロップを入れるんです。デザートは別腹ですか？別腹です。本当に別腹です。え、もうほんたまに一緒のお腹の時があります。絶対開け方違うな。まあいいや。どうやってやんの？こうか。出てきた。すごいすごい。見てください、シロップが。いただきます。うん、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 めっちゃ美味しいです。ようさん、あゆみちゃん、チーク菓子とか好きなのかな？チーク菓子好きです。結構ね、買ってもらいします。これはソーダ味です。ソーダ味に、そのソーダ味の甘い組に酸っぱいシロップをかけます。うん、うん、うん、おいしいです。大量にかけよう。あー、怖い、こぼれそう。
美味しいです。うん。美味しい。これはまた今度食べれるようにまだ取っておきましょう。あ、あ、煮物さん、そういうのってシロップだけ味見してみたくなりませんか？なります。そういうのはめっちゃ慣れるんですけど、はい。え、あ、さあ持ってこようと思ったやつ忘れてた。一瞬麦ちゃんに見えたけど全然違った。麦ちゃんどこ？うちんちの猫どこ行ったんや？これね、カルピスじゃないんですよ。なんかヨーグルト味の炭酸です。麦ちゃんどこやろ。ほんまにどっか行った。あ、自作？自作じゃないです、これは売ってます。なんか今日スーパー行って見かけたんで買ってもらいました。麦いない。スコールじゃありません。なんか洗面台のところは、うん、服のとこに混じってない？洗面台って何？洗面台いた？リッキーさんフォローしました、ありがとうございます。ふぎちゃん来たの？長い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 。お、ちょっとこっちおいでな。ごめんね。みーちゃんちょっと変なとこ。すっごい当たったな。今日逃げへんの珍しいね。逃げようとしてるやろ。むぎ。むぎちゃん。してます。お菓子あげよう。あ、ちょっと待って、そっち行った。もうママがお菓子とか言うからやんか、もう。そっちついてっちゃったやんか。めっちゃ無理なケツいった。だって机の上やばい。なかったらしいです。ママがお菓子あげるとか言ったから向こうついてっちゃった。え？あ、ミッヒーにレインボー投げたの方に、あ、投げました。なんかゲットしたんで3つ持ってたんで1つ投げました。あ、ここやろ、オンギ。あ、これ麦、こっちおいで。あ、麦、ほらここ座らせて。あかん、机の中。ちょっと待って、痛い。
た。みーちゃん、もまだご飯あんねんけど、君あんたおやつ食べかけで行かないで。あった？あった？麦さん？麦さん？はい。食べれないね。はい、ここどうぞ。麦、ここにある。ほら、なんで食べないの？麦。麦、はい、麦ちゃんのもぐもぐ配信ちょっと失敗しました。はい食べてる食べてる麦ちゃん何歳、麦ちゃん何歳やったっけ。3歳かな、今年で4歳になります。変なとこに来るし、もうそろそろカラオケ配信しよっかな。よいしょ。あ、麦ちゃんもこっちにはないわよ。全部食べたの君。何？食べたらこっちに来ましたけど、どっか行きました。はい。つけたんですけど、どうしてくださいね。くるくるなってる。聞こえてますか？聞こえてますか？聞こえてます、よかったです。よいしょ。じゃあカラオケ配信始めます。カラオケにして、あ、いけたいけた。後ででいっか。もぐもぐ配線からテロップをカラオケに変えます。あ、カラオケ、オッケー、はい、変えました、買いました買いました。いけます。よし、じゃあカラオケ配信します。座って、まあまず一曲歌いたい曲があるので、それを歌います。いきます、スタート。憧れて、歌い伝えていた。
とう、ありがとうございました。ママが泣いた。ママが泣いた。おもろ。面白いね、ママが泣いたよ。ママ泣いちゃった。なんか来たと思ったら泣いてた。そりゃ泣く、そりゃ泣くか。え？ありがとうございます。どういたしまして。よし、じゃあ次から、今からリクエストしていきます。このねショールームにあるカラオケ配信の、カラオケ配信の曲をまとめましたが、今はちょっとコメントを読みたいです。むぎちゃん泣きました。むぎちゃんも泣いたね今。昨日生誕祭、あやみちゃん泣いてなかったね。え、でも結構ね泣きそうだったんですよ。横のこよりん、こよりんがちょっと泣いてたんで、さらに泣きそうになったんですけど、泣きに泣かなかったです。でもね、そのれいなちゃんの生誕とかほのぴーの生誕とかはもう泣きました、やばかったです。で、まあ時間がないので、はい、次の曲を歌いたいんですけど、それがいいですか？なめくじ、なめくじか、オーマイガー、なめくじ、クロワッサン、最後のカタルシスいて。ジュゴンはさすがになかったです。努力のしずく、努力のしずくとなめくじハート、アモクロ、最後のカタリシス。なめくじハートが一番多いかな。キラムシ、おぉ、ワルキ、おぉ、ちょっと今来たリクエストの中で結構多かったやつで投票しますね。とメモらないといけないんだけど、ペンあった。じゃあとりあえず1番がなめくじハート、2番がワルキー、違う、あ、2番が努力のしずく、どこ努力あった、他は、あーっと3番がワルキー、4番がスキラムシでやります。まず1番なめくじハート、2番努力のしずく、3番ワルキー、4番スキラムシでお願いします。キヌキ、キヌキ
キヌキ、アヤキ、じゃキーじゃない、キーじゃない、キーじゃないわ、そうだ、キーじゃない悪を残さないといけないんですよあったかってか、これちょっと早いけど悪がさ、悪がさやばい。じゃあちょっと早いけど時間が足りないので投票を終了します。321で321無事1番のなんや、何やったっけ、なめくじハート1番はなめくじハートということで、なめくじハートを歌わせてもらいます。ボンジュー、あとはなめくじ、なめくじハート、イエーイイエーイイエーイ、いきます。せーの、せーの、せーの、ポチッ。
じゃあ次はその投票の2番目だったワルキーを歌いたいと思います。ちょっとお水を飲ませてもらいます。おいしいじゃあワルキー歌います。よしよし、悪気悪気。じゃ悪気歌います。ちょっと待って、めっちゃずれてる。せーの、ポチThank you.
ございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ごめん、ちょっと。じゃあ次は好きな虫かな、3番目やったから。キラムシあった。じゃ、せーの、いきますよ。せーの、プチ。
ありがとうございました。よし、治りました。はい、途中にねまなみが出てきたりしましたけど、次の曲に行けます。あった。よし、ちょっと。では、いきまーす。せーの、ポチッ。たので全部1番だけにしますね、これから。ありがとうございました。ちょっと終わってしまうんですけど、じゃあ次も投票取るね。何にしよっかな。次は あゆみが歌いたい曲やから。じゃあちょっと1番を太宰治を読んだか。で、あ、でもそっか、皆さんがちょっとあれじゃ、ちょっとすぐ決めますね。一番が太宰治を読んだかで、2番が捕食者たちようにして、3番が嘘の天秤で、で4番が僕だって泣いちゃうよで投票します。開始。全部投げていいですか。全部、いや一つで、あーでもまあ
じゃあ、あと5秒。5、4、3、2、1、0。終わり。1番がめっちゃ多い。すご、すごすご。じゃあ太宰治も読んだかを。太宰。え、違う。おさむを。ね、何が？嘘。あやみが見たとき1やった。あれ4か。じゃあ4歌おう。なんだろう、ようなんや。じゃあ読んで、何やったっけ。あ、僕だって泣いちゃうよが、だって泣いちゃ、泣いちゃうよ。だ、4番を歌いますね。ポチが。が4。じゃあ1、2、3の順番で歌っていこうと思います。だから、まあ一番初めに太宰治を読んだか、捕食者たちを嘘の天秤で歌いたいと思います。
では歌いたいと思います。せーの、ポチございます。じゃあちょっとどんどんいっちゃいましょう。最後にね、国歌も歌いたいんでね。では次いきます。せーの、ポチ。行かないと。では行きます。せーの、じ、やば、やばいかも、時間やばいかも。ちょっと待ってくださいね。ちょっと時間やばいかも。ちょっと
歌いながらランキングを読みます。街で偶然